ございます。ありがとうございます。三国の SLJ、大体 LJ。水深がね、今日は三国で SLJ、はい、平場と SLJ なんですけど、平場をやったので、はい、ちょっと SLJ ということで、ジグ投げて、マダイ。今日も一日楽しくお願いします。どこ行くんですか？モルディブです。荷物が多いイロスです。まあまああるよこれ。今日もアネロン飲んで、おまじない。おまじないちゃんとして、結構やれてもらったんで。基本的に SLJ、B06 から A8。ジグが 35g から 60g ぐらいまで、はいはい、やつを普通使うんですけど、ちょっとここ、もう水深が全然違くて、国だと、1号ぐらいの B を使って、今日は 160g。落とします。ちょっと塩と、船の流れと、塩は真逆ですな、これ。体重の、体重ですね。体重。まあ、あんまり、魚釣りの話しても、意味わかんない。とりあえず、釣ります。はい。今日朝マイナス4度、極寒注意報。低温注意報。低温注意報でやばいなと思ったけど、まあ意外といけるの。そうですね。こうやって。はい、釣りました。あとはもう巻くだけ。はい、魚に見切られないように、くるくる巻きます。上の方まで巻き上げて、また落とします。これだけ。繰り返し。一日します。ジギングだとこうやってね、ジャークするんですけど、まあ、貝はこれ線でも巻くだけで、相乗りで後ろの方にもお客さんが乗ってますので、お客さんたちは平場、三国で本当にマダイっていえば平場で有名なところなんで、釣れそうになると船長が声かけてくれるんで、なんかベイトかなんだよね。下から今これ冒頭の2メーターと10メーターぐらい、そこから10メーターぐらいのね、表面水温は約10度。釣れまんな。次の日本海ですか。まだ本気の船長のヤバいってやつだね。本気だともっとテンション上がる。その時がチャンスです。対応に乗る方は。ダグスのタンクダム使ってる。160のタンクス。おお。ジグ。ジグ。で下から6メーターから12メーターとこぽっかり穴開いてる。絶対6っす。入ってる。入ってる。これ酔ったわ。酔った。来た。巻きです。いやいや、そっち乗っていけ。おまじない。水フグか。相当重かったやろ。騒がしい感動になってるけどな、これ。そこから4メーター、マダイです、これ。水深は125メーターです。食ってる、食ってる、食ってる。おー、タイプで。おい。おー。食った。来た。来た。タイやろ。これタイじゃない。ん？レンコ。タイか？タイじゃないです。タイじゃないの？多分タイじゃない。タイやってもレンコぐらい。なんか流れ的にタイかなと思ったけど。流れ止めるタイ。レンコだ。イエーイ。大きいっすね。大きいな。どこのレンコラッシュですね。レンコラッシュ。めっちゃタイ冷たかったわ。自分だけど寒すぎて怖い。上にいるよ、でっけえのが下から20メーターのとこにいる。なんすやのりなひろし、何やってるかな。下から今6メーター、5メーターまで下がってった、10メーターのやつ。みんな俺のおじゃない。やばい。
寝れてるよ。これよ。タレ欲しいな。このままじゃ動画にできないよ。つけようかな。引き上げてください。付け替えます。じゃああとラスト20分いきます。おー、大木ひろし。お、大じゃん。ひろしやった。ひろしやった。おらー、もう見てもよかったもん。え？ジブ縛りやで今日。何考えてるかってことだった。SLJ をしたくて。こんだけ大変なことだよ。こっちも大変なことで5万やでな。あれだな、俺全然拾うと思う。さすがチャンスよ。でもワームつけちゃったから。何のワームつけたの？イカタコカリをケツだけちぎって引いたけど。黙って一緒やろ。いや、イカに見えたかもしれない、それは。ほら、ちゃんと食ってる。おーい、よし、こめてこう。飛べ。えーい、やったー。これでオクラにならない。何出るかな。バクビってほしいな。昼から結構多かった割には食いは相当悪かった。リフトポイント。リフトポイント。やばい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 。30キロ。何釣りすか今日。マグロ。ダムやけど。釣り具店に来ました。こんにちは。ありがとうございます。このクイズ乗せていただいて、僕が釣った話題なんで食べてください。別にの、はい。おとつい釣ってきました。海釣りやってマス釣りやって。海釣りもやってマス釣りもやって。チュースポに。誰かのとったね、昨日。そうですね、やっとちょっと動き出したんじゃないかなっていう感じ、ね、いるのかっていう苦情がいっぱいあったぐらいで。県とかにも苦情があったらしい。本当にや、はい、かっこいいな。2人でなんか今 YouTube を去年ぐらいから始めまして、なんか釣りが楽しそうに見えるやつをなんかあげたいなと思って。かっこいいやってるぞ。昔はこれでアユ釣りをしてた。今はもうほぼほぼいないですか。みんなカボロ。そうですね。あれなんすか。イワナ。イワナ。すごい。夢あるな。クズリダムの。クズリダム。うん。63センチ。ドッカン釣り大賞って有名な人なの。これから頑張ります。いい名前つけたね。これから頑張
回聞いたら二度と忘れない。昔々その昔、はい、まだこういうミノがなかった頃、はいはいはい、大和のロアであれを釣っていったの。五松の神の畑屋裏ってとこでね。その頃でわしら畑屋裏畑屋裏言ったけど、まだその頃サクラマスを釣るなんて人神を見つける人苦労の情報なし。何あ当然あの堤防道路も走れんの、はい、堤防下に降りて、はい、堤防越えて止まらはる、30 数年前や。何年前から釣り具屋さんされてます？40何年だから、ね、はい、サラリーマンやっとったんやけど、はいはい、釣り屋好きだもん、ね、はい、あとそっちの釣り具屋でこのくらいやったら釣り具屋だけと思って、お客さんがあまり来なかった頃は釣りがようできたんやけど、10年ぐらいやったのにお客さんがよく来たくて商売中心だったのが、あ私クズ漁が好きやもんね、はいはい、島 のジャパンカップは愛やけど、はいはい、9部予選と地区予選でクズ漁が2回優勝しとるんですよ。若い時はクズ漁ばっか買うとったね。そうですね、僕も大好きアユは。やめれんすもんね、あれかかったらもう帰れんすもんね。もう1回行けると。俺は5年ぐらい通ってあれ1本だけで、おその頃はミノーですって言ったらミノーです。スプーンしかなかった、スプーンしかなかった、うん、ミノーなんてたまにあったけど、はい、タカで買えなんだ、はいはい、うん、最初ノベザオで行ったんやわ、はいはい、これじゃったねって言ったので今に買えたら、はいはい、やっと釣れて、はい、ダブルの竿でやっとったんや、はいはい、うん、そういうことを知ってる人はあれがどれぐらいすごいかっていうことがよくわかる。あ、鹿あ、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 鹿の角っていうのは昔からの言い伝えで、はいはい、男塚市が水難よけの力があるというので、鹿の角を鹿の角持っとこうかな。渓流釣りっていうのはこの辺っていうのはどの辺ができたりとかって、2月の13日に解禁して、はいはい、長良川の本流支流全体がいいや、はい、北へ行くと、はいはい、まだ残雪がよくあるので、はいはい、これからなんだけど、はい、今こっち釣れてはいる。そうそうそう、本当のポツポツや、本当のポツポツ。だから決まったことは確かに。波が釣れるの？アマゴイワナ。アマゴイワナ、うん、無作用。こっち行くとミボロダムっていうのがあってね、そこで去年このダムサクラがものすごく出てね。ダムサクラっていうのはもうずっとそこにいるんですか？下らずにずっとそこでサクラマスとして大きくなる感じ。そういうことよね。クズ漁のサクラほどは力がない。なるほど、全然違う。全然違うんだ。ヤマメが桜になるようになる、はい、ながらも、はい、5月6月になると、はい、さつきますや、はい、毎年どれぐらいの時をメインで釣れる？5月、5月がやっぱり一番いいんです。5月にね、はい、今はまだ小さいけど、はいはい、アユの稚魚を4月の、はい、中頃から放流し始める、はいはい、その中に弱ったやつが、はいはい、死にかえたりとか死んだとか、はいはい、25センチぐらいに育ったアマメは、はい、その稚アユを食べ始めると、わずか2、3週間で一気にこうなる。アユが始まるとちょっと釣りにならんで、アユが6月の第1の日曜日に始まって、だいたい5月の中旬から後半にかけてが一番いい時期なんです。アユを食べとるもんで、あのルアーにも反応するよね。で、だいたいあのルアーで釣ってきた人は釣ったすぐに口から2、3分アマゴはバカバカ、19日間連続です。毎日去年倒産したんですよ、うち。僕が飲食店やってて釣り具みたいな販売できないかっていうことで、とりあえず YouTube とかやって有名になって、なったらこう釣り具とかを販売していきたいなと思って、メダカさんの若い時ぐらいです。私は土地も何にもなかったので、銭もなかったので、ここにプレハブ建てて、ちっちゃな置いて始めただけで、うん、こんないっぱい白紙あるんじゃないよな。でわしが釣ってきたやつも、あんまりこの頃一番釣れた頃は銭もなかったけど、何かに残さなあかんと思って最初魚拓とってやったけど、魚拓なんかではね、やっぱりあれよね、白紙屋さんもその頃は少なかったんで、なんとか見つけて、ほんでこんだけ自分で釣ったやつ集めてね、釣って集めるっていうのは大変。形に残すっていう。そう、大きいの釣るのも大変やしね、白線作るのも大変。高価のもんやでね。そうですね。これ70センチあるもん。おお、でかい。明日一緒に行った人は釣ってきたよ。おお。
これも剥製にして、はい、この人は教育熱心でしたよ、はいはい、魚を小学校に寄付したチャンネルさん連れて行こう行こう行こうって騙して連れて行こうって当時が釣ってますね。75歳ってなかなかね、そうですね、70はもう幻ですね65、67、8あれもうちょっとやったなって終わるんですね、大体はい、ありがとうございます。最近はあんま釣り行かれてないですか？もう年が今73やもんね、あらなかなか釣れてない、去年も行ってたら1時間でちょっと行ってくるから、うちの動画撮るためにメダカの学校で乗せとるね。あ、すいません、はい、お聞きの通りになって、はい、ありがとうございます本当にありがとうございます。山奥の人間やって嬉しい、すいません、ありがとうございます。はい、気をつけて、ありがとうございます、すいません超レア